今日ですね5月13日日曜日、この中町縁結び通りから上本町アーケードまでドンバリバルが開催されているということで、この会場にお邪魔しております。さあ今日はですね、たくさんの日本酒が並ぶということもありまして、この、日本酒好きの私みずほがですね、日本酒初心者の方に向けた日本酒のお話、そして日本酒の紹介などをしていこうと思います。さあそれでは早速行ってみましょう。あ、それでは早速一つ目におすすめするのが滝島さんの夏吟醸です。滝島は食事に合わせていただけるような、あくまで食事を主役として、うまく名脇役として飲んでいただけるようなお酒をこれからもずっと作っていきますので、皆さん飲んでいただければと思います。よろしくお願いします。さあそれでは早速いただいてみようと思います。あ、すごい、やはり夏っていう単語がそのお酒に入っている通りすごい爽やかで飲みやすいです。これね、夏の暑い時にもグイッといくのもいいのではないでしょうか。口当たりもまろやかなので、やはり初心者の方でもすごくおすすめですね。ということでまたいただきます。やっぱりまろやかでものすごく美味しいです。ぜひぜひ皆さんこれね、ぐいっと一気にいくこともできますからね、飲んでみてください。第1回目に紹介したのは滝島酒造の夏吟醸でした。次回もお楽しみに。